ナンバーワン決定トーナメント、絶滅動物最強王図鑑。最強だったのは誰だ。対戦トーナメント、準々決勝1、史上最大の巨神パラキュラデリーム。分類規定目ヒラコドン科パラケラテリウム属、生息年3600万から2400万年前、生息地域ユーラシア大陸、体長800センチメートル、体高550センチメートル、植生植物食。前回の戦い VS カリフォルニアライオン、先に相手を見つけたカリフォルニアライオンが草むらに姿を隠し、背後から奇襲、そのまま背中によじ登った。慌てたパラケラテリウムはその場で暴れて何とか相手を振り落とす。奇襲をしのがれたカリフォルニアライオンは攻め手を失って逃げ去っていった。威風堂々たる川の支配者、ゴルゴブスカーバー。分類クジラ偶定目カバカカバ属、生息年258万から1万年前、生息地域アフリカ、体長400から500センチメートル、食性植物食。前回の戦い VS プロコプトドン、スピードで上回るプロコプトドンは跳ね回り、ゴルゴプスカバにパンチやキックを連発、胴体だけでなく顔にも攻撃を浴びせる。だが攻撃によるダメージはほとんどなく、相手をイライラさせただけ。やがてゴルゴプスカバは怒り、相手を頭から丸呑みにして押さえつけた。対戦ステージ水辺水中、地上戦では体格とパワーで上回るパラケラテリウムが有利と思われる。だが水中戦に持ち込めば勝利はどちらに転ぶかわからない。正面から睨み合いを続ける両雄、両者の威嚇合戦が続く。ゴルゴプスカバは大きく口を開けて相手を威嚇、対するパラケラテリウムは相手を踏みつけようと前足を上げ、何度も足踏みして威圧する。先にプレッシャーに負けるのはどちらだろうか。ラックオン踏みつけ、15トンにもなるという超ヘビー級の踏みつけは一撃必殺の威力、単なる足踏みでも威圧効果は抜群だ。得意の水中戦で反撃の糸口をつかむ。先に引いたのはゴルゴプスカバ、得意の水中戦で戦いを仕切り直そうと水中へ逃げ込んだ。パラケラテリウムが追いかけていくとゴルゴプスカバが反撃開始、水の抵抗で動きが鈍くなった相手の足に噛みついた。噛みつき、地上では圧倒されたが水中はゴルゴプスカバのホームグラウンド、生き生きと動き牙を突き立てる。水中戦でゴルゴプスカバの身にまさかの出来事。ゴルゴプスカバの一噛みは相手の足に深い傷をつけたが、倒すまでには至らない。パラケラテリウムは無傷な足で相手を踏みつけ水底に押し付ける。ゴルゴプスカバは身動きできなくなり溺れてしまった。パラケラテリウムの勝ち。